皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作力チャンネル動画のご視聴ありがとうございます。5月の30日からだったんですけれども、いわき市アンモナイトセンターにおける体験発掘が再開されまして、自分はですね、日曜日の5月31日に行って、久しぶりに体験発掘してきたんですけれども、自粛期間中、ほぼずっと家にいて、結構体もちょっとなまってたんで、久しぶりにこうハンマー持って、ずっとこう掘ってたわけですけど、やっぱりちょっとなんかもう調子じゃないなっていう感じがしたんで、最初は手調べというか、手慣らしという感じで、このマスク見ていただくわけなんですけど、シャークマウスですね、これね。ということで、このサメの歯を狙って、その日はずっと掘ってたんですけれども、一応狙い通りサメの歯は出てきまして、まず1本目こちらなんですけど、これクレットラブナーの歯なんですけど、これがですね、ちゃんと歯根、歯の根っこのところから両方の側口頭まであって、で残念なことにこの肝心の歯口頭、一番こう大きくなるところが欠けちゃってて、これないんですけれども、掘った時にはこのこっちの歯根の方がこう、こう二股に分かれてるところがこうバサッてこう切れた状態で見つかったんですけど。掘り出した石の中にこの歯が隠れてて、一部のこうポピッと折った時にその断面にこの歯根のこの断面が出てまして、それに気づいてその反対側をパッと見た時にその続きがあったんで、もしかするとこれは完全に中に全てが入ってるんじゃないかっていうのを期待したんですけど、ちょっとクリーニングしてきたら完全にこう。頭が削れちゃってなかった状態ですね。これは断面は結構新しいんで、掘った時にやっぱ折れちゃった可能性もありますね、これね。それからこちらも、サメの歯なんですけども、クレトラムですね。これともう一本サメの歯、クレトラムなんですね。でもう一つ、これサメじゃないんですけども、これなんですけど、一応センターの方に見ていただいたらば、陸鳥デクテスという甲骨魚、魚ですね、魚の歯なんじゃないかっていうんですけど、ちょっとまだこう埋まってる感じなんで、もうちょっとクリーニングしてみたらいいんじゃないのっていうことで、言われてきたんですけど。見た感じこう光沢があって、確かに歯っぽいなっては思うんですけど、ただし歯にしてはちょっとこう薄っぺらい感じがするなと思うんですけど、もうちょっとね、クリーニングしてちょっと見てみたいなと思います。でですね、アンモナイトセンターにおける体験発掘なんですけれども、当面の間は1回の入場者数を上限50人とするということで、これは一応感染症対策なんですけれども、一応今までは貸し出していた軍手、手を保護する軍手ですね、軍手とあと化石を入れて持って帰るための袋、こちらはですね、持参してほしいということなので、そちらはですね、体験発掘行かれる方は持って行っていただきたいと思いますね。で、体験発掘再開に合わせてちょっと買ったものがあったんですけれども、こちらですね。単なる四角い箱みたいな感じなんですけど、これをこうギュッと出しますとピカッと光って見えると思うんですけど、ここにレンズが2つついてまして、これルーペなんですね。一応化石を掘った時に、ちをクローズアップしてみたいなと思って、まあ、買ったものなんですけど、これはこのパッと引き出した時にこの LED のライトが点灯するもので、この LED のライトの他にこちら、ブラックライトなんですね。これがあることで、まあ、琥珀なんかを掘った時に、まあ、ちょっとこう光当てて、琥珀かどうかっていうのをね、ちょっと調べるためにこれちょうどいいんじゃないかなと思って買ったんですけれども、ただ今回の体験発掘再開に関してはちょっとこれの出番がなかった感じですね。はい、じゃあ先ほどの魚の骨なんですけどね、こちらですね、真ん中にちょっと細く見えてるかなと思うんですけど、これの周りをちょっとね、削って、この刃の方をですねちょっと露出させてみたいと思うんですけど、この刃の周りにですねちょっと見えるかどうかなんですけども、茶色っぽくこの辺に見えてると思うんですけど、これはですね魚の鱗も一緒に出てるんですよね。はい、まあなのでこれが、まあ、歯だとするなら魚の歯で間違いないと思うんですけど、一応これちょっともうちょっとクリーニングしてみたいと思います。はい、一応この周囲をクリーニングしたんですけど、まあ、魚の歯って、かなりもろくて、ちょっと力入れただけでポキっていったりするんですけど、まあ、ちょっとバラバラになっちゃって、ちょっと今ようやくだいたい修復したところだったんですけれども、ちょっとね、いくつかにバラバラになってしまいました。はい、まあ、一応これでクリーニングやめといた方がいいと思うので、この状態で、まあ、もうちょっときれいに並べてから保護しておくようにしたいと思います。はい、というわけで約2ヶ月ぶりの体験発掘のご報告でした。で、まあ来週もねちょっと行きたいなとは思うんですけれども、まあ6月に入ってくると今度はですね、まあ、梅雨時になってくるので、まあ、結局天候に左右されてしまうので、雨が降っちゃうとね、体験発掘場斜面になってますから、移動する時に滑って転んだりする危険性があったりするので、雨が降っちゃうとね中止になってしまうんですけれども、まあ、可能な限りですね、体験発掘場に参加していきたいなと思います。というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。